はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート20ですね、やっていきたいと思います。じゃあ、行動の方に入るんですけれども、そろそろ日も暮れそうなんだけれども、まあいっか、中に入っていく。あ、幽霊が出るって言ってたからね。まあいっか、入っていこう。トロッコトロッコトロッコってさ、向こうまで乗っちゃうとさ、こっちに帰ってこないんだよね。あ、待って待って待って、そういえばここまで行けるんだ。で、あれ、この先どう進むんだ。あれ、こっから先行けるような場所がわからん。こっちか。そう、キノコ重要だからね。キノコ大量生産システム。あ、いけそういけそう。この先、あれ、ちょっと待って、これって魔法の弾で、いや、魔法の弾で破壊するっていうのはやっぱりなんか地上でなんか進めんのか。作れるものを作んなきゃいけない。かトイレ、壁掛け松明、これ普通の松明だよね。いっか、壁掛け松明作るか。じゃあ、松明、地銀のインゴットって、銅のインゴットはもうあそこの部分回収すれば大丈夫。10個15個、うん、まあまあまあ悪くない。126。あれ、もしかしてさ、カッパーマンがカッパーマンにならないと先へ進めないとか。松明をじゃあ3つくらい作るか。で、壁掛け松明、これを10個。ほい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 と。あ、なんだ、さあ戦闘してる。まあ頑張ってくれ。俺はちょっと壁掛け松明を、じゃあまあこの中に一つやりますか。置く。これさ、上に置きたいよね。じゃあここ、あれ、壁掛けタイムってそもそもここに必要だっけ。あ、必要じゃん。ここに2つか。これも別にカウントされるっしょ。あれあ、3個になってるわ。大丈夫大丈夫。じゃあこの左右にやるか。はいはい。で、あとは会議場のところに置いとく。はいはい、置けません。これがあるからか。はい。で、ゴーレムちゃんの近くも灯しとく。はい、置けません置けません、邪魔だ。金の根のところにもじゃあ置いとくか。はいはい、じゃあ裏でいいや。はい、終わり。結構適当。ステーキ作ってくれてんね。よし、 OK。 この町は眠らない町、不夜城。明かりがあれば死神も出ない。気が向いたら町の外の境界線にもっともっと松明を置いてくれ。境界線が分かってんだよ、そもそも。荒くれの数も増えてきた。もっと奥まで行けるだろう。よしよし、鉄当たりをつけておく。準備ができたら行動の奥に来る。行くのね、ミカミックス。これあげる。焼きキノコ3個、やった。お弁当。なんだそれは、なぜお前だけ手渡しなんだ。
鉄を取るだけじゃなく荒くれが働けるように鉄の鉱脈まであいつらを導いてほしい。鉄を10個 OK、 よしこれで鉄がいけるのか。じゃあどっから入ればいいんだ。一回あの奥まで行っちゃっていいのかな。さっきこれこっから、ああいるねいるね。さあ行きましょう。この先にも行動が続いていそう。勝手に掘り進んでもよかったけどお前たちを待っていた。よし、あここね。魔法の玉ここら辺一回しまって、魔法の玉はどこだ。あった、30個もあんな。よし、じゃあ置きます。セット、ファイヤー。オッケー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 。あれさらに置けってことか。なんか奥でさ魔物が暴れてんだけど、なんかあるよここ回収したい。まあ、いっか。よし、じゃあここに置くぜ。ドン、なんかいるんだけど鉄を目指して奥まで進んでみる。何か問題がある。あいつ、いやこいつらもうすでに問題があるんだろ。シカトしてんだけど。1点24、強い、やばいやばいやばい、これやばい、危ない、やばい、行って、薬草、逃げろ、よし、これも一回行けよ、引きらんなかった、ここゴリオスも、いやゴリオス、オーケー、高級ステーキ、食いてー、高級ステーキ、体力自体はそんなに回復しなかったな。さて、中に進んでってめっちゃいっぱい、あ柱を直してもらいたいのね。オッケーオッケーオッケー、任せあれ。ちょっと一回ここら辺を、これね、あ粛清する、敵が来た、セントナイズだ。はい、俺が攻撃するとセントナイズだから。2発だな、2発で指導に行ってる間はゴリオス。オッケー、いや経験値高えわ。もう1匹くらい倒せばまたレベル上がんな、これ。はいはい、でここだね。はいはい多分できたっぽい、できたね。で、あとはどこだ？ここね。はい。失敗。で、あとは3つね。はい。はい。不思議な力で弾かれたってな。よくわかんねえ。はい。で、はい、はいと。OK。キノコは回収していこう。ナイス。石もなんだかんだで使うんで少しずつ回収していこう。でモグラ君はとりあえずいいや。あれあいつはどこ行った？オッケー、幽霊が来た。幽霊はな、攻撃は厄介だからな。すげえ食らってんな。指導の攻撃力をもうちょっと上げたいね。うげ、まぶしい。うげ、まぶしい。今がチャンスだ。叩き潰せ。逃がしません。ああ、逃げた？そもそも逃げた？あそこまでダメージ与えておいて。まあ、いっか。あ、どっち行ってるあいつら。ちょっと早いんだけど。行動をつないでくれ。オーケーオーケーオーケー。
では爆弾セット、ドーン。これが全部さ銅とかだったらいいんだけど、全部砂だからね、悲しいことに。あれ、なんか変なとこに出た。ここもうすでに作られてるじゃん、パズルがある。パズルよくわかんねえかな。はいはい、多分これを置けってことなんだろうね。はいはい、ここちげえ。わかんねえ、先端に置いてみる。はい、あ、これヒントみたいなのないの、これどこをどうすればいいみたいな。マジで意味わかんねえんだけど。ポイヨン、まあいいか。ここすごいね、めっちゃできてるよ。この食材とか持って帰りてんだけど。ん？ああ、導きの玉か。確かにそろそろ欲しかった。お、鉄の採掘場。どうした？激しい鉄臭を捉えた。壊れた足場の上に鉄がある。今のままじゃ登れない。みんなで使える足場を作ってもらいたい。設計図を書いてほしい。あ、ちょうどあそこに台があるじゃん。採掘足場の設計図。石の階段、はしご、壁掛け松明、上か。みんなの足場の設計図が書けた。はしごを高いところまでつけていくんなら一つずつ登りながらつけられる。作業台はおあつらえ向きにそこにある。ちょっと待って、ね、まず足りないもの、石の階段、壁掛け松明。壁掛け松明はさっき作ったから、てか持ってるよね。これが全然ないのか。6個、60個。まあいいや。10個できるんかいっていう。石の階段、ちょっと出してねえわ。でここには一つか、からのここ、でここ、ここで、ここにはしごをかけていきます。こうか。で壁掛け松明がこれさ下に入っちゃうんでね、出た。はい、待って、これを壊したいのよ。いや、これじゃなくて、いや今何取った？これ取ってここ落ちた。でこれ取って、はい、オッケー。俺もそもそも鉄が欲しい。みんなの足場が完成した。足場があれば上に登って鉄を掘れる。必要なのは10個。よし、導きの玉がある、もう大丈夫。待て、硬
さあドーン。いやガチ勝て。鉄ゲット。お、なんか思い浮かんだね。あ、鉄のインゴットね。インゴット製造工場も必要だな。鉄10個、8、ドン。3発かかるんだよな、鉄壊すのに。ドン、よし、ゲット。行動は上層と下層に分かれている。上層部分はもうすぐおしまい。カルロの報告に戻る前にこのままもう少し奥まで行きたい。あいつ大丈夫か、張り切ってくけど。俺もうちょっと自分専用の鉄を持ってきたいんで。あれ、間違えた。ドンドン、肩。マジで勝てこれ。12くらいで。こっちの方もいっぱいあるけどな。あいつについていくか。ちょっとすげえ勇み足感はあるけど、こいつは硬いぞ。うん、よし。向こうに構造がつながっている。この壁硬くて壊せない。ハンマーでも爆弾でも岩の壁は壊せそうにない。一度地上に戻る。鉄が取れたことをカルロに報告。壁を壊す方法を考えろと。了解です。お、やったぜ。あ、これもいける。鉄を手に入れて荒くれたちを鉱脈で働かせてきたってなんだよ。いやまあいいけどさ、鉄のハンマーを作れるかもしれない。ペロとはどうなってんだ。いや、どうにもなってねえ。いや、女性だよ、俺だって。ペロの弁当分けてくれ。これが愛ってやつ。あれ、よく考えるよさ、ここにあるじゃん、鉄。これもちょっと回収しとこう。あ、ここの鉄も回収しよう。はい、ドーンドーン。アイアンの壁17個、硬い。あ、木でアイアンを壊してるところがもうすでにすごいけどね。いよいよ鉄も手に入った。行動の復旧は順調。硬い岩の壁に行き当たってる。金属工房があれば最高だ。アイアンの壁で作った工房。炉、皮袋、壺、収納箱。壺のさ、あれがなくね。鉄の加工のために鉄の金属工房を作ってくれ。そうだな、それは必要だ。あと加工用のあれも必要だからね。鉄のちょっと、じゃあこの隣あたりに加工場作りますか。あ、これ無理なやつだ。あ、そうだ、無理なやつだね。うん、場所がな。そうするとどうしようかな。この外から攻めてくるしね。ここも荒くれの家になっちゃってるから、なるべくこっちの方に作りたいんだけど、じゃあここに作っていくか。まあ、土の岩でいいや。はい、ちょっと割と広めな感じで。え、待って待って待って、ダメダメダメ。あ、いいや、一回ここ全部ここを埋め尽くそう。こんな感じで。はい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 、まあ、こんな感じで。
待った、これ一応持ってこう。ロ向きがあるからね、こいこうやって、はい、ロットなんだっけ。でここはここら辺から壁を置いていこう。料理部屋だからね。さてそこからちょっと もう一段階伸ばしちゃうか。ここはギリだよね。あ、でもここ壁が来るんだ。しまった、ダメだ。だここもまあいいや、このままで。ちょっと待って、どこ行ったあいつ。ハゲ、おハゲどこ行った。マジでハゲがいないと分かんねえんだけど。あいつお前そこ後ろだぞ。アイアンの壁で作んなきゃいけないの。鉄の部屋にロ革袋壺収納箱。そうか。じゃあちょっとここアイアンにする必要があるか。アイアンは酒場に作りたかったけど、ちょっと今となってはじゃあしょうがない。つぶつぶ岩かこれ。ちょっとしまおう。またしまっこへんわ。大変だ。これもまあまあ硬いよね。アイアンの壁が足りるかな。最悪ちょっと小さいので一回代用するしかないな。大した大きさじゃなくて大丈夫そうだもんね。でじゃあちょっとアイアン21個か。いや21個、ちょっとインゴット作るか。4つしか作れない。まあいいや。だからまずは1、2、3、4。全然だな。いやもうここでちょっとアイアンを完成させちゃおう。でここ、これ無理なんだよね。あーもう一マスだな、やっぱりもう一マス奥に行きたい。硬い。鉄を中にくべてたからその分あれだ。でこれはだからここで、アイアンの壁をここにやって、この大きさだな。で、あ無理だ無理だ無理だ。だからだ。でこれをもう一個ずらすか。こうか、結局こうか。でこう、ちょっと待って、これだからくべないと。でここでしょ。いや足りね、マジで足りね。こいつらさ勝手に草食ってんじゃねえの。ちょっと少しハート返し。いや23個か、少な。炉も普通にもう1個欲しいな。3つ作ろう。あそこの炉とは別に、ちょっとここに取っていけな。はいはい見えてきとれ。はい、でまずはこれを作るとこ。
銅生産工場、あとガラスも生産しよう。ガラス10個くらいでいいや。よし、 OK。 5個完成。あ、そっか、インゴットからさらに作らなきゃいけないんだ。アイアンの壁、必要数が3で10個か。ちょっと待って、今作ってるとこなんですけど、うちの炉が狙われる。釜が、でもこれでもう13レベルになるね多分。よし、 OK。 ちょっと待っててね、モンスターさん今レベルアップの儀式をしてるから。お、スタミナもアップ。そろそろ、あ、指導用の武器はそろそろ変えてんだよな。まあいいや。で、そうこうしているうちにインゴット完成で7でしょ。アイアンの壁、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 もう一個壁必要だな。壁、壁んで、こうこうこう、収納箱と、なんだっけ、これはあれに必要なやつ、収納箱、壺も必要って言ってたっけ。壺持ってたっけ。で、皮袋、扉も作りたいんだよね。扉、扉はこれか。はい。で、そうすると3つ置かなきゃいけないから、はい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 。で、開けて収納箱あります、袋置きます、壺、じゃあ壺はここ、ちょっと待って、ここじゃダメだよ。ここで、ここを鉄で覆えば、とりあえず小さい金属を、もういいよ、とにかく作ることを最優先そして報告会、ちょっとどんくらい取ってる、生産量も上げていかないとね。銅14個、鉄8個、石炭すげえ266、よし、すげえ増えたな。382、あと2ターンでいけんな、この勢いだと。お、待って待って、お前どこ行くんだよ。作業がはかどるぜ。インゴットは作るのに時間がかかる、炉を2つ置けば一気に作れて便利かもしれないな。鉄に囲まれてんだ、ビルダーとして思いつくものはないのか。鉄といえばあれだろ、あれがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるぜ、うん、そうだね。ちょっと強いハンマーが欲しい。大金槌、ブロック攻撃力6、ブロック攻撃力なんてあったんだ。大金槌を思いついた、金床で作って俺に見せてくれ。素材が足りなかったら行動に降りて探してこい。はい、了解しました。ちょっとインゴット回収する。 OK。 あ、銅もいけんな。よし、銅のインゴット52か、それなりの数になったな。あ、こっちだ。大金槌と鉄のインゴット、まあ、これ楽勝だな。
いいね。ハンマーグレードアップ、カチコチ金属もお手軽に破壊。お手軽に新しいハンマーを作った。いや、お前の武器も変えたいんだけど。なかなかかっこいいじゃないか。うん、行動のさらに奥まで進んでみよう。これいらない。ひらめき条件とかあるんだ。毒イモムシを倒そう。指導専用の武器がないんだよね、未だに。棍棒とかいらねえし。もう1レベル上げないとダメか。さて、あれ、どいつ、こいつか。こいつはすごい。鉄から大金槌を作った。新しい素材も手に入る。バー作りと行動の復旧もきっとはかどる。行動の新しい道も開いていける。よし、先へ進むか。お前さんに一つ話しておきたいことがある。俺はこの島を牛耳っているハーゴン教団をここから追い出したい。いくらものづくりに目覚めても教団が残っていたら好きなようにものを作れない。そうだね、それは前回学んだからね。島には教団から派遣されている総督ってやつがいる。いつかそいつも一緒に倒そう。ここあんまりでもさ、ハーゴン教団出てこないよね。じゃあどうしようかな。鉄だね、やっぱ必要なのは。大金槌ができた。そろそろ行動に行ってきてくれ。どうしたどうした。お、お弁当ありがとうございます。助かりますと。鉄の採掘場。確かにちょっと焼きキノコ食おう。腹が減ってる。これ何パーだっけ。あ、20か。まあまあまあそれなりだね。よし、 OK。 ちょっと荒くれのとこ、お前荒くれのとこで寝てるけどいいのか。あ、そっか、こいつもともと荒くれ族だっけ。セシルだっけ、なんだっけ、もう名前忘れちゃったけど。何のために来たんだこいつ。みんな荒くれで寝てんな。アイアンの壁って何個必要。24個か。このインゴットが出来上がれば壁もいけるな。よし、ここで外壁は作れそうだね。10個あれば OK。 よし、あともうこれ全部外壁だよね、アイアンの壁は。そうだな、四隅がアイアンなんだ。なるほど、補強してるって感じだね。あれ置けない。よし、 OK、 外壁完成だから、あとはカウンターのこれを作ろう。ウエスタンドア2つ。ウエスタンドア、これはもう楽勝だな。はいはいと。よし、超大きいバー。オッケーオッケーオッケー。次のさ、ものづくりレベルまで開けるの結構大変だね。からの、ちょっと待って、からの何をつければいいんだ。ランタンか。ランタン3つ。ランタン、ランタン、これか。油も大丈夫そう。で、ガラスも完成。ガラスすげえパンだ。ランタン、ランタン、よし、3つ取り出そう。で、これを、ん？壺の上か、これ。なんか樽があって、樽12個。
というか樽だな。先に樽か。樽12個。樽はどうやって作るんだ。紐と木材、まあいけんな。よし、 OK。 これで樽11個。樽は1個持ってんだっけ。そんなことない。11個でいいのか。あ、もともと置いてあるのか。だからまず樽、奥か、この丸いとこだね。1234567、89で10、11。よし、 OK。 でこの上にランタンを置く。ここと、ここと、ここだっけ。よし、 OK。 本当にランタンの1個ちげえし、ここだった。はい、バーがもう 83% だね。かなりきてんな。で、食器を2つに、ガラス瓶に、壁掛け。まあいいや、食器からいこう。食器は多分ガラスがメインになるから、ガラスはいっぱいあると思う。食器、土だった土で作るんか。まあいいか。ちょっと食器の作り方とか現実的には知らないけど。はい、次ガラス瓶。これこそガラスでしょ、どう考えても。ガラス瓶って書いてあるからね。ガラス瓶、これも1個必要だな。作っとこう。で、あとはこれか、ガラス。お、なんか思いついた。高級ガラス瓶。バーに必要なものはあとこれか。樽が全部で2つ、からのダーツボードが3つか。木材が若干減ってきてる。鉄のインゴット、これは2つ。 OK、 これで全部いけたっしょ。よし、あとは設置するだけだ。じゃあ、まあ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 、ガラス瓶からいこう。どこだっけ、ここか。はいはい。で、はい、次、酒場掛け。酒場掛けはこれ多分上だよね。はい、よし。あとは樽のここか。はい、で、ここにタルタル。はい、お、これでさ量産できんじゃん。3つ、これジュースが、はい、勝手に作ってくんないかな。今なんで俺が作んなきゃいけないのマスター、君の役目だぞ。で、皮袋がさらに隣か。で、はい、よし、早っ。出来上がるのが早いんだ、ルビーラは。よし、 OK。 で、ダーツボードがここか。2マス使うのこれ。はいはい、はいっと。よし、バーが完成した、ようやくだ。鉄が作れるようになればもうすぐだね。バーを立てよう、達成。これでよし、採掘量アップ。ついにバーが完成した。みんなに知らせに行きましょう。ありがとう、ミカミックス。これで俺の願い一つかなった。ゴールドに力が戻って島にゴールドラッシュが復活すれば、今の何倍も鉱石が取れるようになるはず。ペロがバニーになる日が来るってわけ。ゴールドの願いはもう一つある。全部こなしたらバニーになる。
ゾンの願いもう一つあります。引き続きお力をお貸しくださいと。ちょっと待って、これで回収しよう。一回でこいつが何か言ってんね。あ、そっか、行動か。行動の整備をしてくれと。当たったーって、当たってできんの。なんか特になんかできるわけではない。よし、じゃあ少し行動の奥また行きますか。とりあえずはまあなんとかなったね。ちょっとこれ食ってから行こう。破壊力上がった。鉄の採掘場に行きます。さてそれではこのハンマーの威力とくとご覧に入れましょう。その満足げな笑顔、強そうなハンマー。よし、大金槌。はい、ドーン。これ何、グレイはってなんだ。あれ、みんなあっち行っちゃった。ちょっと待て、先へ進むぞ。回収していくか。あ、まだ夕方までにはちょっと時間があるね。おおおお、なんだなんだなんだ、すげえとこに出てきたな。神秘的なとこに出てきたぞ。あそこを見るんだぞ。どこ、上から水が溢れてきている。おそらくあれはプール以外じゃ泳げない。このままじゃ先へ進めない。鎖を伝っていけば上まで登れそう。あ、水を止めてくれってことね。はい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 、いいでしょう。ん、どこだ。え、どこ音を塞げばいいの。薄グレーのコーヒー、はいはい。どうなってんのこれ。ああ、しかも変なやつがいる。しかも分かんなくなっちゃった。しかもどうすればいい、どうやって帰る。ヘルプミー、あらくれ、ヘルプミー、助けてくれ。いけた、使えねえ荒くれどもだ。ほい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 。え、これ先行けんじゃん。だってもう一生水を止めてほしいぞ。あ、大丈夫でしょ。あれダメ。はいはいはい、わかりましたよ。行きます行きます。この葉っぱなんだ。そういえば、あ、なんか取れそうだけど。濃いグレイはよし、これでここを塞いじゃおう。これでどうでしょう。え、あ、これをさ塞げってこと。どこどこどこ、これ、意味分かってるけど。だんだんわけ分かんなくなってきた。ちょっとさっき、え、はい、そこは置けませんって何。はい、そんなにやらなくてよかった。印があったわ。いちゃいち、下まで降りたのはいいけど、またこっちから行かないと。よし、レッツゴー。
して地下にこんな水たまりがあるんだ。地底湖。地下には地上にはないものがたくさんある。全部行ったことはないけど、神秘的な景色や神殿とか聖堂とか不思議な建物もある。すごいお宝も眠っている。ありがちな話だな。よし、どんどん行こう。どんどん、なんか分散した。トロル族がいるね。なんだっけ、ドルフだっけ。そこそこの強さを誇ってんな。いや、毒とかあるんか。よし、お、なんか手に入れた。ニガキノコ、新たなレシピ。毒消しそうかな。毒消しそうだね。ただ今ちょっと無理。あれ、こいつは？ちょ、普通敵だし。この野郎。さ、敵か味方かいまいち分かんないんだよね。毛皮ゲット。ここもハンマーだね。はい。お、あいつがいる。噛んだた。お、魔法取られてきた。あ、入ってるとか。ちょっと、まずは。よし、ちゃんと間合いを取ろう。無駄、終わりだ。よし。いや、経験ってそんな持ってねえわ。キノコを取りつつ、ちょっとブラウニーと戦う。こいつら完全にモンスターしかとしてんな。あの荒くれども、あれすげえ進んでっけど。これ大きい槌、すごい大きい槌だ。63とか強えな。え、どこにどう行ってる。この奥か。ちょ、行くのが早いんだけどこいつら。行動をつないでほしいぞと。これはもう爆弾だね。爆弾を投入しよう。はい、もうよくないか。なんかちょっとずれた気がするんだけど、まあいっか。どうした、なんか変な声出てきた。戦いの匂いがする。任せろ。魔物だ、ハーゴン教団の魔物だ。任せなさい。これってさ、ちなみに効くの。ドン。じゃあ強くはないな。効くけど、攻撃一発目と変わんねえじゃねえかよ。まずは頭を破壊する。よし、何、さらに頭が痛か。めった打ち。よし、雑魚が。そして夕方。バーができたからね、かなり増えてるんじゃないの。銅18、鉄31。ってか銅の方が少ないんだ。石炭85とかいかれてんな。銅が1000個集まったぜ。やったー。ゴールドンが進化。え、進化する姿見ないの。ハーゴン教団の魔物を倒した。きっと教団にいろいろバレてる。地上のバーも狙われるかもしれない。今のオイラたちは敵でしかない。いつか全員やっつける。きっと指導が。よし、よし、行動復旧。行動の復旧は完了。あとはここの線路。待て、線路とか超長いんじゃないか。
いや、バーファ完成してるよ。ここいらにも線路があって、昔は地上とつながっていた。途切れ途切れの線路。うん。あそこか。2本並んで走っている。つなぐのは大変そうだけど頑張るんだぞ。いや、もう手元にない。ていうか線路作れるからね。よし、木材は助かるな。これも木材になる。ん、木の足場か。全然違うな。これはなんだ。あ、これ線路か。ちょっとね、こういう木の足場とか木材関係はここ少し貴重だからね。宝箱がある。あ、魔法の玉か。てか魔法の玉であの線路爆破できねえかな。あれ、なんかすげえいっぱい印があるよ。何これ。ああ、なるほどなるほど。 これね、これを頑張って直しなさいと。よし、ちょっとじゃあ魔法の玉をもうセットしてみよう。ドン。いいな、すげえ楽だわ。ちょっといいや、もうどんどん魔法玉使っちゃおう。ドンドン。あれ、柵は壊れない。どれがどれだか分かんないけど、とりあえず全部回収する。はい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 。いいね、早い早い早い。いや、めっちゃ早いわ。あ、あそこ鉄が埋まってそうだね。これはさすがに壊せないよね。壊せる。あ、これ土しか普通の。これだって鉄だよね。爆弾置いてみよう。あれ、今どこに置いた。つぶつぶ岩、樹皮も80何個あんだ。あ、つぶつぶ岩か。別にあれか、土は2700個とか異常なんだけども。線路はこれもう完全に作った方がいいよね。これ何のやつ。マーブルガン。ああ、なるほど。これ自体は、あ、これはもうさすがに無理か。ちょっと腹が減ってきた。キノコ食って。ここら辺は全部鉄じゃないのか。爆弾で破壊しちゃったからね。あー、ちょっと鉄ではなさそうだな。もう分かんねえわ、つぶつぶなのか鉄なのか何なのか。まあいいや、まずはちゃちゃちゃっと線路を直しますか。落とした。線路が岩の壁で途切れてる。これは困った。この壁ひょっとして大金槌で壊してくれ。イエッサー。どうした。ここは、この線路は地上の鉱山街の東側につながっていた。これでルートがつながった。はいはいはい、まあ分かんないけど、どこのことを言ってた。俺がさ、壊しちゃったところかな。はい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 。ちょ、こっちだったけど、どこ、これえ、全然わかんねえ。あー、なんかっぽいとこに出てきたけど、正直わかんない。あ、ここ東側ってこっちのことか。いやいやいや、線路はさ、作った方がいいよね。
ょ、でこう来るでしょ、でこう来るでしょ、でこう来るでしょ、でこう来てこうで、こっちがこうか。ミカミックス、どうか1000個集まった。カッパーマンできる。さあ進化の時だ。ヘイ、この鉄集めろって話になるよね。やった、やっとカッパーマンになれた。ゴールドマンにならなきゃ山にゴールドラッシュ戻らない。金や銀も残ってる。あ、鉄はいらないか。なんかしてくれないの？なんかしてくれないんだね。まあいいか、ちょっと荒くれのところで寝るの嫌だな。自分用のベッド作ろう。あ、ベッド作れるようになったもんねこれ。木のベッド作ろう。バーカウンター、あ、みんなでタコ殴りにしろ。はいはいはい、逃がさん、うわ逃がす。こいつ結局さ逃げていくよね。俺ベッドここでいいわ。あの俺外でいいんで、アラクレフ裏で寝よう。はい、よし、オッケーバーの中にベッドでも作ろうかな。というところで、じゃあ次は行動の線路っすね。線路はもうなんか作っちゃった方が良さそうなんだけど、どうだろう。線路、鉄のインゴットで30本作れんのか。まあ悪くなさそうなんで、ちょっとインゴットを作りますか。あ、いっぱいある。20本くらい作れる。あ、19個までか。よし、じゃあ次はこれを受け取ったところから始めていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。